久保さん確かに、深海魚と鳥は仲間になりようがないですね。なかなか難しいかなと。<laughs> 魚と鳥が仲間になることはあんまないですよね。空格、まあ、鳥が魚を食うことはあるけど、深海魚までは到達しないですよね、鳥がね。うん。まあ、人間も会う人と会わない人がいますからね。うん。だから結局、気が合うか合わないかっていうのがね。まあ、この億万長者合宿でも出ますけど、 ここまで気が合うというかね、まあ、あの、ね、その、ローがね、一緒ってあんまないんですよ。ほとんど太郎のローなんで、だからその、親の代、久保さんの名前を付けた親と僕の親の気が合ってたんじゃないですかね、そもそも最初から。<laughs> なかなかあのローはね、ほんとね、ないんですよ。うん。で、あのローを付けられたむ、あの子供にしかわからない、 苦し,苦しみというかね毎回あのー、漢字間違えられるしあのー、あの月編でロー書かれることが一発で書かれることがあんまないですねうーん何なん,なんですかねまああんまないのかなあのローがでもね僕嬉しかったのが出川哲郎さんとかと一郎さんとかもねあの名牢のローなんですよねうーん そうだからまあ漢字が気が合ってますね、久保さんとは。まあでも感情をつけたのは僕じゃないし、久保さんでもないと思うんですけど。<laughs> うん。だからまあ、あのー、なんだろうな。気が合う人とじゃあ、まあ死ぬ前までいいんですよ。死ぬ前までに気が合う人とこう巡り合った方が、あ会えた方がまあ良くないですかなんかその嫌な人ばっかりね。まあ人間の悩みはお金の悩みと人間関係の悩みと健康の悩みみたいなね。 だいたいこの悩みなんですけどもん生きてる間で気が合う人、まあ、パートナーだったりとか、まあ、その仲間だったりとか分かんないですけど、まあ、そう、まあ、関係性を構築していく中で気が合う人と巡り合えた方がまあいいとは思うんですね。うんでそれのじゃそれをどうすればいいのかっていうと自分の気持ちを伝える自分の気を発する。 まあ、スピリチュアル的に言うと、気っていうのは見えないんで、あれなんですけど、気を発する。気を発する。うん、言語化すると、気も、気分が高い。気分が高いから行動をする。だ気持ちが高ぶってるから喋るとかね。その気持ちの部分あるじゃないですか。その気持ちから派生して、どんなアクションをするのかって話ですよね。で、結局、それが、まあ、見える形となって、 ね、何か行動アクションに出て、で、それが誰かに伝わって、で、つ巡り合っていくってことですね。YouTube っていっぱい動画あるじゃないですか。だけど、クリックしても、なんか違うなっていうのもあるじゃないですか。でも、それを発信しなければ、クリックもされないんですよね。あなたの存在が、誰にも知られないんですよ。誰にも知られないんですあなたがいることすら分かんないんですよ。うん。だからまあ、その、 人生をよりよく生きる一つの方法としては、自分で気を発していく。で、気っていうのは見えないから、見える形にしていくってことですね。まあ、YouTube の動画として見える形にするのか、音声として見える形にするのか、写真として見える形にするのか、なまあ、何かしら見える形にし,していくってことですね。で、そうすると、それを見て、あ、この人いいなと思う人が出てきて、気が合う人同士でつるめるので、 まあ人生は楽しくなりますよね一番人生でしんどいのって人間関係って何が辛いかっていうとまあ会社に入ってね嫌な上司なんで嫌なのかっていうと気が合わないからですよね気が合うのに嫌ってことはあんまな,いなくないですかうんだから僕はね情報発信をこうするようになってすごい良かったなと思うのがその気が合う人を集められる引き寄せられるってことですよねうんつまり自分が生きていく中でその え、触れ合う,う、まあ人生っていうのは時間ですから、その時間をどう使っていくのかえ、その中で人とこう交わる瞬間がいっぱいあるわけじゃないですか。で、この交わる瞬間の時に気が合うか合わないか、じゃ気が合わない、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 続いてたら、人生そのものが、あ、あの、なんか、もったいないというか、うん、なんか、何すかね、ずっとまずい飯食い続けるみたいな。どうすか、ずっとまずい飯食い続けるみたいな。 いや、美味しい飯食いたいっすよね。どどう、どうすかまずい飯の方がいいですか美味しい飯の方がいいですか生きるんだったら美味しい飯食った方がいいっすよね。食いたい、美味しいって食った方が良くないですか毎日まずいまずいって食ってるよりかは。人間関係もどちらかというと、いい気が合う仲間と同士でね、触れ合ってた方が良くないですかでもそれはね、今はね、現代は可能なんですよ。発信できるんで。うん、だからね、発信するっていうのはお金をまあ稼ぐっていう上でももちろんそうなんだけども、 もっと深いところ言うんだったら、そういう人,人生の深みというかね、その、一つのアトラクションというかね、人間と人間のこうの絡み、もちろんずっと一生一人で生きていくという生き方もありますけど、結構さすがにそれは寂しいと思いますよ。ずっと誰とも関わらないっていうね、一切誰とも関わらない。もうずっと山暮らしですよね。山で50年籠もるとかね、どうですか山で50年籠もります <laughs> 僕はさすがにねまあ数,数ヶ月ぐらいだったらねそういうのは修行としていいかもしれないですけど50年山にこもる生活はちょっと安ね誰とも関わらないうんちょっとね寂しいですねうんなんかネットビジネスって孤独なんですけどまあこれもねカメラに向かってこう喋ってるだけなんだけどもこう発信することによってまあ久保さんからまあリアクションもらったりとかまあお客さんからこうリアクションもらったりとかこうやっぱつながってる感があるので で、その繋がってる感も、僕の商品を買う人っていうのは、少なくとも僕に興味を抱いていないと買わないですよね。嫌いな人から商品買います。あんま買わないですよね。こいつムカつくとか、こいつ嫌いだっていうやつから商品買います。あんま買わないですよね。だから少なくとも僕の商品を買う人っていうのは、僕に何か好意を抱いている。で、その好意を抱いている人と絡んでいくので、まあ割、割りかしいいですよね。うーん。 だからね、発信して非常に良かったなと思いますね。うん。だからまあ発信、YouTube、いいんじゃないですか。い,いってらっしゃい。